こんにちは、弁護士の松崎です。皆さん、気になってる異性に既読スルーされると寂しいですよね。今回登場するのはこの人、大学の准教授です。彼は女子学生に既読スルーされた後、勢い LINE しすぎてセクハラだと言われ、大学から懲戒処分を受けてしまい、裁判に発展します。今回はこの事件を追いかけることで、セクハラとは何か、相手が嫌がっていない時の考え方、懲戒処分のルールを見ていきます。舞台となったのは2017年の東京です。あ、 A さんからだ。講義に登録できますか？か。もちろんあなたも講義に登録できますよ。ただし単位が出るかどうかは研究活動の頑張り次第です。女子学生の A さんは短大から今の大学の3年に転入してきました。今回の男性准教授の講義を受けようと思い LINE で質問し、准教授は A さんの質問に LINE で答えています。しかしそれから1時間40分 A さんからの LINE の返信はありません。そして夜中の22時を過ぎた頃、あれ？おかしいな。とっくに既読になっているのに。もう一回 LINE 送ってみようかな。講義に登録できるんですね。ありがとうございます。おっと、来た。遅いよ。遅かったからきちんと返事するように注意するところだったよ。すみません。今見たので遅くなってしまいました。あれ？既読になってたぜ。あれ？本当に今読みました。ごめんなさい。まあ、読んでないのに既読になることもあるよね。それから准教授は少人数の学生で行う研究スタイル、ゼミのルールを A さんに丁寧に教え、ゼミ参加者にはある程度の責任感が必要だよという話もしました。短大時代はゼミ長やってたので責任感だけはあります。え、ゼミ長だったんだ。チャラそうなのに。でも短大の学生って卒業したら水商売の仕事に就職することあるよね。普通の大学なら有名企業とかに就職するのに、2年間大学に長くいるだけですごい違いだよね。まあそうですね。ところでゼミではリーダーが他のメンバーに声をかけて班を作るんだけど、声をかけてもらえないとゼミ活動に参加できないから、みんなと仲良くしとくのが大事だよ。それめちゃくちゃ重要な情報ですね。私、短大の時は通学に片道2時間かかったんですが、1回も休まず真面目に通いました。時々電車が混みすぎて遅れることはありましたけど。電車の話になって、教授はおもむろに、痴漢が多いのは埼京線だっけ？総武線も多いですが。いやー、痴漢ってさ。准教授と A さんはしばらく痴漢の話題を続けます。この時点で深夜0時を回っていました。そこで准教授は、眠かったら言ってね。わかりました。でも短大ってセクハラとかないの？短大の学長がセクハラで解雇されたことはありますよ。その学長のケースってやっちゃったの？詳細はわかりません。学長がセクハラで解雇なら自分もアウトだな。私は大丈夫です。冗談通じるので。線超えたなって思ったらこの LINE 見せればいいわけですし、世の中のセクハラ犯人はその私は大丈夫ですに騙されるんだろうな。とにかく限界線をはっきりさせることが重要だよね。お尻は無理だけど二の腕までは OK とか。二の腕もアウトだと思いますが、話題が少し際どくなってきました。二人はセクハラの話を続けたり、資本主義と社会主義というように難しい話をしたり、そうこうしているうちにある別の女学生の話題になりました。今日選考受けに来た女の子いるでしょ。あの子は多分途中で切ると思う。どうしてですか？不真面目だと思うのと、可愛くないから。これがね、美人なら先生は即行くよね。でも先生結構ストライクゾーン狭いのよ。狭いと思いますよ。話しててわかります。そして不器用だなって。何何、ドキドキしてきた。え、先生いける感じ？お、いけるな。これは今度デートしよっか。しません。当たり前です。准教授は振られました。そしてちょっとふざけた調子で、まあ嫌なのを無理してデートしなくていいよ。そのうち犯罪者が出ないといいですけど。いや、そういうタイプの人はあんまりいない。僕だってすぐに引いたでしょ。それなら大丈夫ですね。そうですね。二人は互いにお礼を言い挨拶をして LINE のやり取りを終えました。その時点で深夜午前1時25分でした。翌日、 A さんは大学の人権コーディネーターを訪問し、准教授との LINE のことを相談しました。相談した内容は、准教授から既読スルーを指摘されて切り上げるタイミングを判断できなかったこと、デートしようかと誘われ気持ち悪く感じたこと、ゼミを辞めたいということなどでした。さらに A さんはセクハラをしたという理由で准教授の処分を大学に申し立てました。 A さんはその後の診断でストレス性の急性胃炎と診断されています。大学は LINE の内容をチェックし、准教授を呼び出しました。え？あれがセクハラ？そんなバカな。 A さんも冗談交じりで話してたのに。大学は審査をした上、准教授の LINE がセクハラであると判断し、准教授を停職1ヶ月の懲戒処分にしました。停職1ヶ月は大学の懲戒処分の中で懲戒解雇の次に厳しい重い処分です。准教授は考えました。
おいおい、冗談だろう。どう考えても女子学生との普通の会話じゃないか。フランクに話せる雰囲気だったからこっちもちょっとふざけた話し方したけど、これがセクハラだなんて。ありえない。訴えてやる。准教授は懲戒処分を取り消すために大学に対して裁判を起こしました。裁判での准教授の主張はこうです。一つ目、痴漢や女性の見た目のことを話したからって性的な言動にはならない。 A さんのことを悪く言ったわけではないし、直接 A さんの体に触れてもいないんだからセクハラではない。二つ目、真面目な話もしてるし、 A さんだって笑いマークをつけたりしてずっとフランクに話して楽しそうだったし、冗談半分のデートの誘い以外は拒絶されなかった。三つ目、停職1ヶ月の懲戒処分は違法で無効だ。セクハラではないという主張が出てきました。この大学に限らず、職場での性的な言動でそれを受けた人が不利益を受け、または働く環境が悪くなる場合は、その発言はセクハラになります。准教授は痴漢や女性の見た目のことを話してもそれは性的な言動ではない。また A さんだって楽しそうでデートのこと以外は拒絶しなかった。だから特に不利益はないし、環境が悪くなってもいない。だからセクハラではないと主張しています。懲戒処分が無効だという主張も出ています。労働契約法15条の要約、懲戒が客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当でない場合は権利を乱用したものとして無効とする。セクハラがあったとしても停職1ヶ月がやりすぎだという場合には、社会通念上相当でないので大学の行った懲戒処分は違法になります。これに対して大学の反論は次の通りです。1つ目、大学は教育の場だ。だから教員には高度なモラルが必要だ。女子学生と約3時間も LINE し、痴漢、セクハラ、女性の見た目、デートの話をしたのは教員として常軌を逸した発言でセクハラだ。2つ目、准教授が既読スルーを注意してさらに単位の話もしたから A さんは重圧を感じて会話を打ち切ることができなかった。つまり心理的な監禁状態だった。 A さんがデート以外を拒絶していないのは、准教授に調子を合わせながらもやんわりとたしなめて話題を変えようとしていたのだ。それなのに准教授が話題を不適切な方向に戻して A さんに不快な思いをさせた。3つ目、 A さんは体調不良になって大学の講義にも出づらくなったのだから停職1ヶ月の懲戒処分は適法だ。大学は教員に高度なモラルが求められると前置きをして、准教授にとってのハードルを高くしようとしています。その上で、約3時間という物理的な時間の長さ、痴漢、セクハラ、女性の見た目、デートという話題の不適切さを指摘して反論しています。そして A さんが明確に拒絶していなかった点については、調子を合わせながらやんわりと話題を変えようとしていたと反論しています。なるほど、調子を合わせていたのなら見た目上は拒絶していないことが理解できます。しかし准教授は諦めません。双方の主張は完全にぶつかり合っています。ここで問題を整理してみましょう。准教授と大学の言い分がぶつかり合っているのは次の点です。1つ目、准教授の LINE はセクハラか。准教授はセクハラではない、大学はセクハラだという言い分です。2つ目、 A さんが拒絶していないように見えた問題。准教授は A さんに不利益や不快感を与えていないと主張していますが、大学は A さんが調子を合わせていただけで本当は不快だったと反論しています。3つ目、停職1ヶ月の懲戒処分は違法か。准教授は違法、大学は適法。この問題、皆さんならどのように判断しますか？セクハラについて、痴漢、女性の見た目、デートのような話題は当然性的な言動でセクハラだという考えがあると思います。一方で、そんなことをいちいちセクハラだと言っていたら自由に話ができないという意見もありそうです。 A さんが一見拒絶していないように見えた問題はどうでしょうか？楽しそうに見えたという外見を重視すれば、准教授が勘違いをしても仕方がないと考えることができそうです。一方、本当は嫌だったという内面を重視すれば、嫌に思っている人にしつこく痴漢やセクハラの話をするのは良くない、デートへの誘いはもってのほかだと考えることもできそうです。ここで手がかりになるのは立場です。大学の教員と学生という立場の違いがセクハラの判断に影響しないでしょうか？大学教員の立場は、学生に何か言われても危険にさらされることはあまりないかもしれません。つまり強い立場です。一方、学生の立場は大学を卒業するために必要な単位をくれる大学教員によって左右されていると考えることができそうです。つまり弱い立場です。法律はどちらを守ろうとするでしょうか？それでは裁判所の判断を見てみましょう。東京地方裁判所は次のように判決しました。セクハラに当たるかについて、痴漢のことや短大の学長のセクハラの話でやっちゃったのといったこと、お尻は無理だけど二の腕は OK などの話は性的な内容の話題である、そして准教授は別の女子学生を可愛くないからという理由で切ると言って、女性を容姿で判断する考えを示した上で、今度デートしようかと一般的に女性の立場から見て不快感を感じさせるに足りる内容であることは明らか。 A さんが翌日に人権コーディネーターに相談していることからしても、実際 A さんは准教授の LINE に不快感を抱いていたと認められる。したがって准教授の LINE はセクハラである。
准教授の LINE はセクハラだという判断です。痴漢の話題やセクハラの話題が出たからそれだけでセクハラだというのではなくて、言動を具体的に評価しています。やっちゃったの？お尻は無理だとか、女性を見た目で切るという言い方をして、その上でデートしようかという、多くの女性が不快感を感じるだろう状況を指摘してセクハラだと判断しています。そして A さんが拒絶していないことについて、准教授が A さんの既読スルーを責めるような発言をし、さらに教員と学生という特殊な関係もあるので、 A さんは LINE によるやり取りを途中で打ち切れないという心情に陥っている。准教授は教員と学生という関係、そして A さんの LINE を打ち切れない気持ちを考えて、准教授の方から会話を打ち切るべきだった。それなのに延々と約3時間にわたって LINE による会話を続けている。准教授の態度は軽率のそしりを免れない。したがって准教授の責任については軽視することができない。教員と学生という関係から A さんが LINE を打ち切ることができなかった。准教授はそのような A さんの気持ちに気づいて、准教授の方から LINE を打ち切るべきだったという判断です。 LINE を終わらせたいけど、いつ終わればいいかわからない、そんな誰もが経験していそうな心理状態に裁判所も共感したというわけです。しかし他方で、准教授は A さんからの抗議についての質問を受けて丁寧にこれに答えている。午前0時を回った時には眠かったら言ってねと言っている。そうすると准教授はわざと LINE を打ち切らせないようにしていたわけではない。また2人は全体的に軽いノリの冗談を交えた雰囲気で LINE をしていた。デートに誘う発言も A さんに断られたので、それ以上しつこく誘ってはいないから冗談と見るのが自然。少なくとも初めからデートを目論んではいなかった。確かに准教授は軽率だったが、 A さんの返しも全体としてかなりフランクだったので、准教授は A さんが困っていないと勘違いし、調子づいて一連の発言をしたのだろう。それを過剰に非難するのは相当ではない。裁判所は A さんの気持ちだけではなく、調子づいて勘違いした准教授の気持ちにも配慮しています。このように悪いと言われてしまっている人の気持ちも考えていくのが裁判です。結局これらの事情に照らすと、大学が准教授に対し懲戒解雇に次ぐ重い懲戒処分として1ヶ月の停職を選択したことは重きに失する。本件停職処分は客観的合理的理由を書き、社会通念上も相当と認められないから、労働契約法15条に基づき違法で無効であると判決しました。いろいろ言われましたが、准教授の勝訴です。セクハラはセクハラだけど、大学も停職処分はやりすぎたということです。いかがでしたでしょうか。僕がこの事件をご紹介したのは、相手の気持ちを考えるということを法的に学ぶにはぴったりの事件だと思ったからです。特に立場の強い人が立場の弱い人に接するときは、相手の気持ちを考えることができないことが原因で法的責任を負うことがあります。というわけで今回のまとめ、セクハラとは性的な言動で、受けた人が不利益を受け、または環境が悪くなる言動。男性から女性へのセクハラの場合は、多くの女性から見て不快感を感じさせる言動になっていないか注意が必要です。女性から男性へのセクハラ、それ以外のセクハラも同じように考えます。相手が嫌がってなくても気持ちを考えて行動する必要がある。懲戒処分は客観的合理的理由、社会通念上の相当性が必要。要するに行き過ぎた懲戒処分はダメということでした。松崎弁護士の労働法大学では、これからも判例や法律など皆さんの役に立つ情報を配信していきます。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、通知ボタン押していただけるとすごく励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。